こんにちは、ビアンキーの平岩です。ボンビボンの児玉シェフとビアンキーが一緒にお届けしている児玉セレクトという、まあ、EC のですね、パンの詰め合わせのご紹介をずっとしてますが、今回はね、ついにババン、パネットーネですね。児玉シェフのパネットーネ、本当に美味しい。まあ、あの冷凍便でね、送られてくるので、ちょっと自然解凍これはする必要があるんですけども、これはもう送られてきてですね、もうどれくらいかな、4時間5時間ぐらいかけて、自然解凍をしたパネットーネですね。イタリアクリスマスに食べるお菓子、まあ、発酵菓子と言われているもので、パンの酵母が入っていてですね、まあ、発酵させたお菓子なんですね。パンとお菓子の中間みたいな、その乳酸菌のからくるこの甘さとこう酸味のバランスがこうすごく取れてるものが僕は好きです。だから、うん、香りのいいものですね。おおこの香り、この香り、香りは映像じゃ届かないんですよね。すごい香りますよ。うん、あのちょっとね、冷凍で届くとこの香りがどうなのかなっていうのは、あの少し心配ではあったんですけど、あの全く問題ないですね。うん、全く問題ないです。昔はね、作ってるパン屋さんもこれイタリアの菓子なので、ちょっとフランスのものではないですから、まあ、日本のパン屋さんってどうしてもフランス系のですね、ブーランジェが主流で、まあ、あとドイツパンの系列もありますけどね、まあ、シュトーレンはドイツ系、ドイツのお菓子ですけども、まあ、パネットーネはイタリアなので、なかなかこうイタリアのね、フォカッチャとかチャバッタっていうのは他のパン屋さんでも焼いてますけども、うちはイタリアのパンですよと、イタリアで修行してきたパン職人ですよっていうパン屋さんはあるんですけど、まあ、日本ではなかなか数が少ないっていうこともあって、このパネットーネとかですね、あとまあもう一つパンドーロ、もうちょっと濃厚なパンドーロというお菓子がイタリアのクリスマスでは食べられるんですが、日本ではあまり作るパン屋さんもいなかったし、まあ、買う人も作ってもなかなか売れなかったっていうのが、そうですね、3年ぐらい前ですかね、まではそんな感じでしたね。で、だいぶ売れるようになって、今年は特に、まあいろんなパン屋さんにお聞きしても、パネットーネがすごくよく売れるというふうなことをおっしゃるパン屋さんが多かったですね。まあパンドーロもまあ売れると始めたけど、まあまあまだまだパネットーネがよく売れるという感じ。で、まあ僕は、あのシュトーレももちろん好きですし、まあ、クリスマスのケーキも好きですけど、このねパネットーネってすごく日本人に向いてると思うんですよね。っていうのはそのこの甘酸っぱいこの香りが、やっぱり日本人の味覚にすごく合ってると思います。この甘すぎないし、そのそれから重すぎない、うん、でこう軽いんですよね。軽いんだけども、その発酵してるうまみみたいなものがこう香りにも風味にも入っていて、僕はすごく好きですし、好きになる方がすごく多いと思います。シュトーレンのように、その、まあ、最近のシュトーレンは少し日本人向けにこうなんていうんですかね、ローカライズというか、カスタマイズというか、ローカライズされて日本人向けの風味のシュトーレンがすごく多いですけども、まあ本場のシュトーレンって結構ね、すごく硬いし、食べたことがある方はご存知だと思いますけど、スパイスもものすごく効いてるんですよね。で、日本人が食べるとちょっとんっていう感じのものだったりもするんですけど、もちろんそれはそれで美味しいんですが、でそれに比べるとね、やっぱりパネトーネはもうふっすっと日本人が普通に入っていける
美味しさというか日本人が好きな美味しさ、だから作るの大変なんですよね。作るの大変なんですが、でもやっぱり、こういうものが日本でもどんどん売れるようになってくると、作るパン屋さんもやりがいが出てきて、さらに一段と美味しいパネットーネをね作るための研究とか、そういうことも皆さん頑張るようになるので、こういうパネットーネがこう売れるようになるのはすごくいいですね。僕は個人的に嬉しいです。で早速ちょっとカットして食べてみたいと思います。やっぱすごくいいですよね。軽い感じがこうしますよね。見てよいしょ。それでまあこのままこのままこう食べてもいいんですけどね、ちょっとやっぱり自然解凍なんで少し冷たいというか硬いんですよ。でパネットーネって食感もすごくこう味に影響するので、ちょっとね、小玉さんに教わった温め方がパンフレットに入ってますから、それに合わせてちょっとだけ今温めていきます。はい、まあ電子レンジでねちょっとだけ温めるんですけどね、これオーブンでやっちゃうともう台無しになっちゃうんで、電子レンジやりすぎるともうアウトなんで軽くやっています。こうちょっと触ってね、ちょっとあったかいかなっていう感じ。もうさっきの硬さが全然取れてしまってすごく柔らかくなってます。だから熱くするっていうよりかは生地を柔らかくするっていうイメージの温め方、ですよね。これがパネットーネの温め方のコツです。よいしょ。ちょっと幸せですよね。ちょっと幸せを感じる香りです。いただきます。美味しい美味しい。なんだろう、やっぱり甘すぎないし適度な酸味があるし幸せになる味です。こうオレンジピールとレーズンがやっぱりこの生地にはぴったり。ちょっとね、多分これだけパネットーネ売れてくるといろんな変わり種パネットーネとかもこの先出てくると思うんですよね。まあチョコレートとかチョコレート混ぜたりとか、いろいろあって、それはそれでもちろん美味しいと思うんですけど、やっぱり、僕はこのレーズンとオレンジが入ったパネットーネが一番スタンダードで、だけども一番美味しいと思います。小玉セレクトでね送るときに、まあ、ちょっと1月もやりますよ、2月もやりますよ、3月もやりますよっていうふうにはまあならないと思うんですよ。やっぱ季節性のものだし作るのも大変なので。だけどおそらくまあ来年の12月はまたこれが入るでしょうし、まあ場合によっては12月以外にもリクエストがすごくあれば小玉さんと相談してまあやることもあるかもしれません。まあちょっとね、ぜひ小玉ボンビボン、の小玉シェフのパネットーネが食べたい、食べてみたい、買ってみたいという方がいらっしゃったら、その YouTube のねコメント欄に書いていただければ、そのね数がある程度あればですね、コメント欄に書いていただければ、まあそれをベースに小玉シェフと一緒にご相談しながら、来年の12月まで待たずにもやることも作ることもお届けする企画としてね考えることもありえると思いますので、まあよかったらぜひコメントを書いていただければと思います。今日はこれで美味しい幸せ